ヒコちゃんさ、はい、果物で、はい、果物扱ってるやつで炭で焼いて食べられるやつって果物はさすがにない。果物はさすがにそうですね。ちょっとだけ島らっきょうとか島に肉やるぐらいですから、野菜とか。島に肉高かったですね。配信して最初に入れたコメントが中佐だったら笑いましたね。隣におるやん。特売組んでるんですよ。はい、皆さんこんばんは。今日も多くの方々が来ていただきまして、誠にありがとうございます。今日9月9日は、まあ、いわゆる北朝鮮の建国記念日ということでございまして、かなり何か起こるんじゃないかというふうにね、思っておりましたけど、非常に静かな感じでございます。今日は、見ての通り、はい、今日はどうもサーファー高橋さんこんばんはんこでございます。ラプタさんこんばんはんこでございます。今日はこの北名城の海岸で、本当に気の置けないのんびりとした仲間たちとバーベキューということで、まあ、昼の大体1時ぐらいから準備をしながらずっと、はい、はべっておりました。いや本当にね、あまり海が静かなんですよね。静かだからちょっと後で皆さんにこの潮騒の音をちょっと聞いていただこうかなと思っています。潮騒の音ですね。はい、こっち実際暗いんですよ。暗い、明かりがほとんどついていません。そして今ちょうど満潮の時間で、歩いて渡っていた海が今、そうですね、ちょっと暗くて見えないんですけど、歩いて渡ってたところがもう海になっています。本当に怖いというかすごいというか、はい。そして今日は実はバーベキュー初っ端からのちょっと大トラブルがありました。まあ何かと言いますと、実は準備中にですね、私が地雷を踏んでしまいまして、はい、地雷です。まあ、地雷と言いますと、まあ、皆さんご存知の通り地雷です。はい、犬の地雷です。今日準備をするっていうことでいろいろね、下も見ないであれやったりこれやったりしていたら、思わず柔らかいものを踏んでしまいまして、柔らかいものを、はい、で気がついたら私の草履の後ろに見事にへばりついてたという、本当に泣きたくなるような状況でございました。さあ今ちょっと海岸の方に行ってみたいと思います。しかしあれですね、車のヘッドライトで自分の影がずっと海に伸びてるのはちょっと不思議な感覚でございます。今日はね、あ、ここまで波が来てるんだ、すごいな。はい、皆さんにちょっとこの波音ちょっと聞いていただきましょうね。はい、いかがでございますか。いや本当に全く、はい、私の姿も何も見えないもんで、ボギーさん何してるんだと思っている人もいっぱいいると思います。まあ、実はこっち今海岸のすぐそばで、明かりを消しますと結構ね、星がたくさん実は見えるんですよ、ここ。はい、今ちょっと歩いてみますけど、今波打ち際をのんびりと、はい、歩いております。で星がそうですね、水平線の彼方には、まあ、
夜間操業している船でしょうかね、明かりがいっぱい見えます。そしてだいたい星が水平線の、そうですね、だいたい30度ぐらいまでは星がいっぱい見えています。今日はこうして、いつもはなかなかねネットでしか会えない仲間たちと一堂に会しまして、バーベキューをしながら、まあ、いろんな話をしております。本当に楽しいですよ。あ、明かりいただきました。はい、こう明かりやるとこうして見えるんですけどね。あ、大丈夫ですよ、明かりは。はい、あの顔は映してないのでどうせ。はい、さてヘッドライトで顔の方多分映ると思います。はい、こうして眩しいですね。はい、皆さん改めましてこんばんは。なんかすごい怪しく映ってないですか、こうして見ると。はい、まるで犯罪者みたいに映ってたりするんですけど、いやこれは非常にいただけませんね。はい、いやでも本当にあの目の方も皆さんに心配していただきまして非常に良くなりました。今ではもう大丈夫です。はい、あどうもたくさんの方々、チェリーピピフさん、はい、マナバーソブさんこんばんは、ターミネーターさん、うん、楽しいですよ、とっても。眉間が赤いということで、はい、脳みそは全然赤くありません。はい、フリージアさんこんばんは、カルガモさんこんばんは。はい、こうして下から光を当てます。怖いですね、怖いですね。これは誰ですか、こんな変な演出をしてるのは。まさにゲル顔ではないですか、この目つき。はい、ゲルとか上昇してるっていうことで、たくさんなんか私がキャスしてると照明係が勝手にいっぱい来るんですよ。こうしてよー、これいかね、いかんですよ、このこのゲル顔。ニラちゃんありがとうございます。皆さん、私がこういう顔してると誰ですか、南大阪の端っこさん、ゲルと上昇中ということで。はい、いやー実はあの南大阪の田舎者さんから生きたニラが届きまして、生きたニラですよ。思わずプランターに全部植えてしまいましたけど、なんか生えるのが楽しみなんですよね。はい、して今私波打ち際にいるんですけど、すでに周りに3名の怪しげな仲間たちが来まして、いかに私の顔を怪しく映そうかっていうことで、ほらもう何ですかこの怪しげな。ゲルゲルですよこれ。これ中佐商社社長なんて何ですかこのゲルド。明かりが横からピカピカ光ってますよ、本当に。ご交差したりしてますけど、この目つきは非常にいけないですよね。いやとんでもありません、とうとう4名集まってしまいました。また普段囲まれてるここでも囲まれるなんて思わなかったですね。はい、取り囲まれております。せっかく波音をバックにかっこいいこと言おうと思ったらまず許してくれないメンバーが、これ4人じゃ5名集まってますよ、どうしますかこれ。はい、怪しい方が来ました、非常に怪しいですね。はい、5名になりました。5名ゾロ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 来ました。一番危険な方が来ました。この方が来ました、ドーンってことで。こんばんは、中佐です。皆さん先ほどの何でしょう、演奏楽しんでいただけましたでしょうか。中佐までゲル顔になってるんですか。ゲル顔になってますね。すごい怪しいですよね。怪しいですね。中佐たっぷり食べましたかね。はい、はい、たっぷりいただきました。はい、明日はまあ市販にまたしごかれに行きます。今日マグロ釣ったらしいですから、明日うまい刺身が多分食べられると思いますよ。はい、素晴らしい。はい、でもね、中佐今日本当皆さんにも北朝鮮何かするんじゃないかと思ってたんですけど、静かでしたね。静かでしたね、本当に。うん、やっぱりアメリカの恫喝がかなり効いてるんじゃないかと思うんですけど。そうですね。まあ残念ながら我が国は、まあ、遺憾の遺法しか反撃する手段が今のところないわけですから、はい、本当に遺憾の遺です。遺憾の遺です。はい、はい、この中佐の横にいるのは少佐ですね。はい、遺憾のいいでございます。あ、消えた。もうどっちもどっちじゃないですか。ほら、もうどっちもどっちです。ほら、もうどこがどこかみんな見分けつきますかこれ。
はい、まあ、簡単に言えば私の影武者が中佐で、中佐の影武者が少佐ですね。はい、はい、いつの間にか少佐まで師範に捕まってしまいまして、なんか収容所送りということで。そうですね、明日ボートキャンプでまたかなりしごかれると思います。かなりわがまま言いましたね、はい、しっかりしやっていう感じで。本当はね、今日は9月9日っていうことで、まあ、北朝鮮問題を絡めて真面目な話をしようと思ったんですけど、まあ、思っただけですね。思っただけですね。平穏無事な一日で、そう、たまにはこういったのんびりとした放送もいいかなと思いますよ。でも今日本当にここでのんびりしてると沖縄って平和ですよね。そうですね、平和ですね。これ以上の平和、何を望むんですかね。彼ら一体全体、このこれ以上の平和を何望んでるんでしょうね。私には分からないんですけど、あの C のつく国に取り込まれたいんでしょうかね。でしょうね。可能性としてはありますよね。 C ですよね。だって C のつく国大好きですからね、はい、まあ、特にこの平和平和と言ってる人たちは、あの徳和三国っていうの大好きですからね。徳和の愛人徳和、はい、徳和三国大好きでございます。さて今日私、あのある、まあ、著名な方とお話をしまして、なんとこの方に接近しているある女性を名前を聞いてびっくりしまして、はい、これはまずいですよっていうことでちょっとご連絡を差し上げました。実は沖縄にもあのかなりね、あのお綺麗でございまして、あの有名人や政治家に近づいてですね、あのピッピキピーなことまでことを運んでですね、まあ虜にしていくっていう方々がやっぱりいらっしゃるようで、中佐と少佐はちょっと危ないんじゃないかと思うんですけどね。何が危ないんですか。いや、多分この2人絶対に引っかかりますよ。そうですかね、はい、特に少佐は危険ですよ。この少佐は普段魚ばっかりと遊んでるから、人魚見たらついてきますよ、間違いなく。2つではないね。そうですね。そうでしょ。で、中佐に至っては多分獣フレンズに惚れ込んでるんじゃないかと。リルリルフェアリルで。そうですよ、はい、もうなんか獣フレンズの二次元の世界にはまり込んでるっていうような雰囲気がしないでもないんですけど、明日、はい、お二人なんか久米島であれがあるらしいですね。ネルトンパーティーがあるらしいですね。なんとゆっくりです、はい、ネルトン、あの少佐、はい、ネルトンパーティーの賞賛はどうですかね。ないでしょう。ないないんですか。だからさ、そこの目玉焼きさん、奈々ちゃんは紹介されたくないです、私は。はい、結構です、間に合ってますよ。少佐は少佐、中佐は中佐。せっかく師範がパートナー見つけてやるっていうことで、ね、ネルトン、今はコンパって言いますけどね。そうですね、はい、ネルトン。ネルトンという世代は、まあ、私とか、埼玉出張所所長になると、フィーリングカップル5対5っていう話になったりするんですけど、なんかあの百田直樹先生が出てきそうな。いや、あれはあれで面白かったですよ、はい、あの線がピッ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 ってピュッて消えたりしてね、はい、ガビーンっていう感じで、いつか機械で作ったら面白いんじゃないか。そうですね。いや、あの機械実際に作ってコンパなんかに持ってってですよ、5対5座りしてボタンを押したら絶対ウケますよ、あれ、はい、売れるんじゃないですかね、中佐ね。そうですね。いや、絶対売れると思いますよ。第1希望、第2希望ぐらいまであのやって、どっちかに引っかかれば線がつながるっていう感じでね、はい、はい、でもかっこいいですね、2人この後ろの五光が指してるっていう。五光が指してる、五光が指してる。ちなみに後ろの車でもどう見てもこれビジュアル的には危ない2人ですよ。危ない2人です。危ないデカです、はい、どうですか皆さん、危ない、危なくないですか。でかいのは腹だ。腹腹ですかね。なんか腹でかい。どっちもどっち、どっちもどっち。まあ少佐は海の中でマナティみたいに泳ぎますからね。見られてるみたいな、はい、マナティみたいな泳いでキャベツ食ってるらしいですね。さっき食べてました。さっき食べてましたね。しっかりと。生キャベツ大好きです。中佐も今日はステーキたっぷり食べました。はい、いただきました。ナスもいただきました。おー、で実際この沖縄のビーチパーティーバーベキューはどうですか、はい、いや、いいですね。自然の中に囲まれてやる分には非常にいいんですけどね。あのやっぱり、まあ、いつも同じ囲まれるにしても自然に囲まれるのと、はい、
沖縄左翼に囲まれるのどっちが好きなんですか。どっちでしょう。悩みますね。悩むんですかこれ。悩みますね。いやいや、今イージスに囲まれている状態ですけどね。そうそう、今私たち放送しながら周囲全部イージスのメンバーが取り囲んで照明まで当ててますからね、はい、もう取り囲まれてばっかりです。信じられないですね今、はい、本当に波打ち際で大の大人がですよ、大の大人が6名今立ってるんですよ。すぐ2メーターぐらいとこ海ですよ皆さん。そこになぜか男たちが集まってよもやま話してるんですよ。こんな怪しいことないですよ。しかも本当に主力ネットアシスタントばっかり。そうですね、いつもキャスに出てくるとんでもない人たちが勢ぞろいしておりまして、はい、ただ保安上の理由で顔はちょっと映せませんので、今日映せるのはこの2人と私ぐらいかなと思うんですけどね。そうですね、はい、はい、まあでも今度の久米島旅行で中佐は何を狙ってますか。はい、生きて帰ることを狙ってます。なんかサメのいる海に連れてくとか言ってましたからね。そうですね、本当に生きて帰れるのかっていうのが心配です。調査どうです。そうですね、無事に中佐を生きて返すことじゃないんですかね。僕だけ持ってますからね。2人の口から素敵な伴侶を見つけようっていう言葉が出ないのが私本当に怪しいんですけど、この2人がいつもつるんでたらどうですか皆さん、お似合いですかね。できてないですからね、はい。危険、怖いって言ってますよ塩沢さんが。サメが怖いですね。おまわりさんこの2人ですっていうのはシルバさんが言ってます。シルバさんひどいな。いやでもこれどう見ても職質レベルですよね。職質レベルですよ。そうですね、怪しい2人ですね、はい、漏れなく君君って言われますよ。まるで兄弟と言ってますよ。はい、あ、ターミネーターさんこんばんは、んこでございます。はい、寿司ゴンゾーさんは不審者と言ってますね。不審者、はい。いや、完全にやましいことはしてませんよ。やましいこともしてないですけど、ゆきとさんはウホって言ってますけど、もう本当にどっちがみんな好き勝手に言いますね。ツッキーさんどっちが攻めですかって言ってますよ。何言ってんの。何言ってんですか。何を言ってんの。どんどん悪い方向行ってますよ皆さん。どんどんなんか、はい、誰ですか、真由美さんに至ったら職質したいって言ってますけど。ああ、はい、でもどう見てもこれ二人双子にしか見えないですよね。横の勝負しかできないんで、はいはい、顔の状態だけだと勝負になる。これで私が、まあ、同じような格好をして、ゲートの前に3名で現れたら絶対面白いですよ ね、 やりましょうね。やりましょう。やってみたいですね。やってみたいですね。まあ中佐の方はしばらく滞在ですんで、少佐、はい、が時間が合えば、はい、ちょっとね行ってみようかなと思いますけど、はい、少佐いつまでこっちにご滞在ですかね。15あたりで、はい、ほうほう、しばらくいるわけですね。あ、いますね。ということはじゃあまた会いたくて会いたくてたまらないあの方に会いに行くっていうのもいいですね。そうですね。特に、コンクリートの歩道に白い足形を残すあの執念、すごいですよね。すごいですね、はい、今日のイージスのメンバーも全員これ見てると思うんですよ、ね、あそこに立ってそこに足を合わせて目を閉じると、はい、自分に向かって走ってくる Y ナンバーと、そしてアメリカ人の冷めた顔が目に浮かぶということで、それを払拭するには横断幕を持った気分で、左手をグッと横に引っ張り、右手を水平に伸ばして、それを一旦下に回しながら上に振り上げる、その時にマウィーアウと言えばもう完璧だと思いますけど、まあこの連中です。正直言ってみんな好きなんですよね。好きなんですよ。大好物です。はい、普通はもうね向こう目張ったり、まあ、対立したりするんですけど、全然対立っていう雰囲気じゃないんですよ。もう好きで好きで近寄ってくんですよ、浮遊嫌いみたいにね。あっち行けって言うと寄ってくるのがあります。特に海の上で犬のうんこ見つけた時にですね、慌てて手で書くと余計に寄ってくるんですよ、はい、あれと同じような感じで、まあお前らあっち行けって言ったら、この2人がニヤニヤしながら近づいてきたら、あいつら思わずお巡りさんって言うかもしれないですね。言うかもしれないですね。ヒロジっていう T シャツ着て3人で歩いたらどうなんですかね。スリスリ。そうですよ、ごまちゃんさん、これが平和力ですよ。
どう見ても平和じゃないですか、この2人。平和ですよ、ね、体型も平和ですよ、ほら2人、ね、体型も平和ですよ。何が何だかもう分かんなくなってますよ。誰ですか、スポットライターって言ってるのは。お腹に当てないでくださいね。はい。このお腹が大切な浮力を、はい、保ってますんでね。で、明日無事に生きて帰れるか。中佐、泳げる？泳げる、泳げる。泳げるんですけどね、ただ海に叩き込まれた経験はないのでどうなのか。頑張れ。明日のブートキャンプはこの2人にプラス、自称ですね、あの水島社長の影武者飛行人、飛行人の告げちゃ、あ、花火が見えますよ皆さん。花火、花火だ、花火。後ろちょっと、ちょっと後ろね、見えますかね、遠くに。あ、本当だ。あ、見よう、花火。あ、花火だ。難しい。あ、花火ですね。人がチャットでは割れないですね。あ、映った。なんでピントが合わないんだろう。遠いからですかね。花火、確かに。いや、のろしじゃないですよ、花火。あ、どうも沖縄サンゴハートさん、どうもこんばんは、んこでございます。近ければサンゴハートさんもね、ちょっと参加してもらおうと思ったんですけど、ここに来るまでに一般道で1時間半ぐらい かかりそうですかね。大僧正は逗子権蔵さん、思いっきり食べて帰りました。帰りました。はい、はい、思いっきり食べてました。美味しい美味しいと、はい、そして帰っちゃいました。あ、花火終わった。あ、上がった、上がった、上がった、今上がりました。しかし平和ですね。平和ですね。平和なんですよね。私今日この真っ暗な海で魚釣りをしようと思って釣り竿まで持ってきたのに、あの投げようとした目の前でカヌーがあっちに行ったりこっちに行ったりしてるんですよね。ただプカプカさんとは書いてなかったんで。あのプカプカさんはあの海洋汚染なだけですから。はい。あ、いいな、これから子供たちが花火するようですね。そうですね。はい、でまた危険極まる2人にカメラ戻したいと思います。いいですかね、かっこいいですね。でもね、これ大丈夫ですかね、ライト。いや、かっこいいですよ、なんか後ろから五光が、なんか五光が指して、はい、この体型っていうか全部分かっちゃうっていうような感じで、シルエットで、シルエット、シルエットで本当に分かっちゃう。映ってますよ、はい。モニタリングしてないんでね。やっぱ怪しいですね。こうした方がいいかな。はい、こういう感じで、はい、またカメラ戻しました。まあ、普段はね、非常に真面目な、ボギーチャンネルなんですけど、たまにはこうしてのんびりとね、するのもいいかなと思います。はい、で今日本当に沖縄にみんな来ていただいて本当にありがとうございます。まあ、そもそもこのチームイージスっていうのは、ガナーマサコさんが東京などで、講演会とかするときに当時ノマとかね、安田さんとかが非常に不穏当な動きをしている頃で、女の子を守ってあげようっていうことで立ち上げたのがこのチームイージス。あ、今の音ですか？F14 ではありませんね。はい、アナって書いてある F、 トムキャットです。はい、トムキャット君見てますかね。トムキャットさん見てますか？今アナっていうトムキャットが通りましたよ。まあ本当に言いたい放題、言いたい放題です。今頃多分モノレールの中で隣の人のスマホを覗き見してますよ今。何が、ね、私昨日ちょっとケラマの方行ってたんですけど、うん、彼の言う P3C っていうのを3回見ましたけどね。ほう、世の中 E2C っていうらしいんですけどね。、はい、お盆回ってましたけどね。あ、まあ、まあその程度の、まあ、知識がないかなと思ったりするんですけど、そんなような方しかいないんですよ、はい、沖縄のね。まあでもこうしてね、もともとは私の選挙の時に知り合った熱い仲間たちなんですけど、まあ、ガナー雅子さんが、いわゆる新巣号などとですね、やはり論戦を戦わせる中で、まあ、野間とか安田とか出てきて、やっぱり身の危険を感じるようになった時に、じゃあ俺たちで守ってやろうじゃないかっていうことで、まあ、盾という意味でイージスとつけてますけどね、はい、ですから私たちは自分たちから決してちょっかいかけたりとか攻めたりとか、はい、誹謗中傷したりはやりません、基本的に、はい、ただしやられたらやり返しますけど、ね、やり返します。平気でやり返してますけど、やり返しますよ、はい、特に中佐あたり怖いですよ、はいはい、変な注射されたりするかもしれないので、あと少佐に至っては
10キロぐらいの重しつけられて海に引っ張り込まれる可能性もありますんで、皆さんやっぱり気をつけた方がいいかななんてね。そうですよ、沈ませ方は知ってますからね。はい、で明日の昼はまたもしね、久米島の方で可能であれば、少佐の方がキャスでこの久米島の大自然を皆さんにお送りすると思いますんで、まあ、よろしければ見てやっていただきたいと思います。そして少佐と中佐とあとズケちゃん、はい、3名のですねドタバタ劇が多分明日見れると思いますんで、はい、ぜひ少佐のキャスの方、後で少佐 URL 載っけといてくださいね。皆さんコメント欄いつまだ今日は書いてないですけど、僕 の、 コメント欄のアカウントで細々とぼやきキャスやってるんで、よかったらぼやきがメインなんで、ぼやきですね、はい、はい、誰かのあれとは違いますからね、言いたい放題ではないですよ。はい、はい、まあ私とちょっと違うかなと思うんですけど、まあ本当ここにいるみんなに喋らしたいんですけど、さすがにね映せられるのか、映せるのと映せないのがあります。はい、ですからちょっと映せる方だけを映しておりますけど、まあ今日はこの辺で放送の方終わってですね、またお肉を食べに戻りたいと思います。お肉を食べます。お肉、お肉、はい、お肉です。また焼いてますかね。はい、ということで今日はどうもボギー中佐ありがとうございます。はい、どうも。はい、そして少佐、はい、ご厚がさしてますね。ご厚がさしてますね。明日この調子で素敵なステディをゲットしてくださいね。そっちがメインですよね。そっちがメインですからね。はい、僕は無事に丘に帰らせなきゃいけないズケちゃんと中佐の方がまず心配で、それが終わらないと弾けない状態なんで今。はい、はい、なんかかっこいいこと言ってますけど、ちょっと皆さんリアルホットドッグエクスプレスとポパイになってですね、このサマエル2人の子羊に愛の手を、そう、道をですねちょっと差し締めていただきたいと思います。特に、このキャスに見えられる女性メンバー、ぜひね彼らに、愛と恋の違いを教えてやっていただきたいというふうに思っております。まあ、今日本当に久方ぶりに弾けたボギーチャンネルでございますが、これからまたみんなで肉を食べに行きますんで、はい、これにて放送の終了いたします。それと、予約してた人数以上にたくさんの方々が見えられまして本当にありがとうございます。あ、危険な方来ましたね。もっと来ました、危険な方が。あの、これですよ、危険な方が肉食ってますけど肉うまいですエンディングの時に現れるというのは何とも言えないですね。いい仕事しますね。さあ皆さん、あ、そうです、ラプターさんすぐ分かりましたね。はい、やっぱり真打ちは最後に現れるんです。そうですね、まあ今太陽フレアの影響でずっとお腹空いてるんですよ。なんか宮古島の真すごと言われてるある方に喧嘩売ったらしいですね。ラブレター OK。 ラブレターですかね。返事あったんですかね。ないです。ない、振られました。振られちゃったんですか。返事ないそうですよ皆さん。なんか新祖母さんと全く一緒の道を歩んでますね。まあ言うだけ番長で、僕の代わりに皆さんちょっと電話してもらえますから。今議会があってちょっと忙しくてですね、連絡取れないですよ。電話かけれないので、できれば長時間がある方は電話をして、まあ、取り継いで大山さんからファックスいただきましたかと。講演会にもメール送ったんですけど届いてるかどうか心配してますと、うん、はいはい。でこれ大山さん、はい、最後まで返事が来ない場合どうしましょうか。まあちょっとやっぱりこう同じ県内ですからね。はい、もしちょっと南の海も綺麗かな。なるほど、そういったところで。はい、もうさりげなくなんか予告してるような気がするんですけどね。厚系の方大変や。はい、もう今日も厚系の人たち見てますよね。ボギーチャンネル毎晩チェックして録画してますよね。なんか失言暴言ないかなって言ってからね。はい、でも全然暴言じゃないですよ。大山さん海が見たいそうですからね。海が見たいそう、海が見たいそうです。私もやっぱり宮古島の綺麗な海が見たいですね。小坪さんあたりも海見たいかもしれないですよね。はい、小坪さんも、いや他にもいっぱい来るかもしれないですよね。はい、論客の方々が。あ、そして今気づきましたけど、少佐の後ろに綺麗な月が上がってますね。ヘッドライトと変わらないぐらいの大きさで月が上がっています。はい、まあでもあれだけ自衛官を貶めた上に、この
自衛隊の基地が来ると水源地が汚れるなんて言ってましたけど、見えてますかね、月が、はい、あの今月見えますか皆さん。あ、見えますね。あ、見えた。月ですよこれ、月。いや、いいですね今日ね。本当全部消すと本当に星空見えるじゃないですか。はい、はい、星空と月と全部揃ってます。はい、月でこれでやるとまあ本当に怪しげなんですけど、怪しげですね。まあでもこのようにあの大山さんがきちんとしてやっぱりね、筋を通して公開討論を申し込んでるのに、あの全く無視をするっていうのはいかがなもんかと思いますよ、はい、公人としてね。だってあなたは公人としてあの根拠があってそういうことを言ったはずなんですよ。今までの数々の侮蔑的な発言は。そして自衛隊が来ると水源が汚れるっていう話をしました。しかし私は南城市に行ってですね、この水源地などをつぶさに見て回りましたけど、まあ、山の丘の上に水源地が、水源地の上に丘があり、その丘に自衛隊の分屯地があるのにもかかわらず日本の名水百選に選ばれるっていうのはそういった現実もあります。まあ後々ですね、やっぱり政治家が嘘をついちゃいかんので、あの宮古島の方々にあの人が言ってるのは嘘ですよっていうことをですよ、あのきちんとやっぱり知らしめる必要があるかなと。まあそうでない、基地が来れば、自衛隊基地が来れば水が汚れるっていうんだったら、ぜひ科学的データ揃えてですね、あの大山さんとの公開討論の時に出せばいいんですよ。それ出せないあなたは、ね、よくパヨクが使う言葉ですけど、出待った。その通りだと思います。はい、本当にあの公人、あなたはあの新祖母さんと違って公人ですので、あのきちんとですよ、公開の場に出てきて、その公人としての責務を果たしていただきたいというふうにね、私はあの考えております。せっかくあの同郷のよしみで優しい言葉でね、あの優しく申し入れをしている大山さん、怒らないうちにぜひ公開討論を受けていただきたい。そして宮古島の新すごと言われないようにですね、はい、新すごですよ。パンフレットに至っては何ですか、平和のキノコ雲っていう面白い沖縄まで出ていましたけど、はい、平和のキノコ雲、その中にキノコ雲の中に情報公開ってありましたけど、あの人情報公開何にもしてないじゃないですか。そうですね、ね、投稿を消してブロックするのに何が情報公開だって私言いたいんですけど、こういったこともあの島に行って凱旋する機会があったらバンバン話させていただきたいと思っております。ということで、今日のボギーチャンネル大山さんの乱入で、10分ほど伸びましたが、皆さんお腹が空いてる頃ですね、これから戻ってみんなでバーベキューをしたいと思います。ではあの最後に何ですか、今日1、2、3、4、8人が囲んでますね、はい、じゃ あ, あの全員で何て言いましょうか、やっぱりマリンアウーがいいですかね。そうですね、マリンアウーで、街に米軍関係者がいたらちょっとまずい。実は言いにくいという、言いにくい。まずいですよね。今日ニコルソン中将あったらいい人でした、ね、いい人ですよね。写真撮る。じゃあもうこれは大山高雄当選万歳でいきますか。返事をよこせ。あ、そうですね、そうですね、石峰香織、返事をよこせ。これ今練習ですよね、はい、はい、もう一度じゃあちょっと待ってください、今カメラ切り替えます。はい、では大山さん、シュプレコールお願いします。はい、石峰香織市議、返事をよこせ。よこせ、すぐに追ってこい、追ってこい。合ってないぞ、俺たちは頑張るぞ、頑張るぞ。自衛隊頑張れ、頑張れ。水はきれいだ、きれいだ。ありがとうございます、ありがとうございました。はい、これで本日の放送終了します。皆さんありがとうございました。